をこね始めています。昨日はミートソースを作ったので、そのミートソースを使って今日はラザーニャの作り方をお見せしたいと思います。そしてその後は試食コーナーです。パスタ生地の作り方は以前アップしたトルテリーニビデオで詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。必要なのはセモラ粉 600g、 そして全卵5個です。パスタ生地を3枚作ります。この紙の横幅とカセローラの横幅が同じ長さです。その横幅に合わせてパスタ生地をカットし、何枚かの四角形シートを作っていきます。ただカセローラの縦幅はこのパスタ生地の縦幅の2倍弱ありますので、1層につき2枚の四角形シートを置きます。今日は6層のラザーニャを作りますので、シートの数は合計12枚です。本場ボローニャのラザーニャの層は厚いんです。3、4人用なら6層ですが、それ以上になると8層や10層も作ったりしますよ。さあ、これでラザーニャ6層分12枚のシートを作りました。残った生地でいつもこうやってタリアテレを作り置きします。私が育ったエミリア州は手打ちパスタの本場です。エミリア州の伝統料理はほとんどが手打ちパスタを使ったものですから、ボロネーゼミートソースはスパゲッティで食べるのは邪道です。本格派は手打ちのタリアテレでミートソースをいただくわけなんです。皆様ボローニャに行ってみてください。レストランに行ってミートソース、イタリア語ではラグーと呼んでいますが、それを注文すると必ずタリアテレで出てきます。タリアテレができました。ではこれからベシャメラソースを作ります。75リットルの牛乳を沸騰させない程度に熱します。別のお鍋に 50g のバターと中力粉または薄力粉などの小麦粉を大さじ2杯入れます。これからお鍋に火をかけてルーを作ります。このようにかき混ぜながらバターを溶かしペースト状にします。はい、やっとペースト状になりました。温めた牛乳をペースト状になったルーに加えて、とろりとクリーミー状になるまで約10分から15分間かき混ぜ続けます。疲れる作業なので息子が手伝ってます。とろみ十分のベシャメルソースになりました。粉末にしたパルメザンチーズを 50g 加えます。ソースに加えてよくかき混ぜます。次にナツメグは好みの量を加えます。昨日作ったミートソース、ミートソースの作り方は別の動画で紹介しています。カセロールにバターを塗り込みます。私のラザーニャではこのようにミートソースとベシャメラを一つに混ぜ合わせます。さらにここでパルメザンチーズの粉末を少量加えます。先ほど作ったパスタを茹でるので
大鍋に水を沸騰させ、粗塩大さじ2杯入れます。四角いシートのパスタを茹でます。茹で上がったパスタはこのように布巾で水気を取ります。先ほども言いましたように、一層にこの四角いパスタシートは2枚です。順番はパスタ、ミートソース、パルメザンチーズという順番で6層を作っていきます。ずいぶんボリュームがあるように見えますが、私のミートソースには炒めた玉ねぎは入っていませんし、野菜はこしているので胸焼けはしないんです。ですからついつい食べ過ぎてしまいますけどね。美味しいものをうまく作れるときって疲れも吹っ飛んじゃうんですよね。充実した満足感が得られます。6層目が出来上がりました。180度に予熱したオーブンに入れます。焼き時間は約45分です。45分経過しました。ラザーニャ完成です。さあ食べますよ。中の方も程よく柔らかくなってます。モルトボーナ、美味しいです。最後までのご視聴ありがとうございました。よろしかったら皆様のご意見もお聞かせください。こんなラザーニャ作ってみてください。